はい、皆様こんにちは。リストドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ3、大谷さんのストーリー続きをやっていきたいと思います。主に不幸。はいはい、前回は兄貴を潰しました。さて、ごめんね兄貴。頃合いよ、そろり戻るか。本当に勘弁さんに嫌がらせしただけですよねこれさあ、いよいよラストですね。関ヶ原でございます。今回の関ヶ原は三成の赤と一緒だからテクナが必要ですよね。まあできるかどうかわかんないですけど、はい、いいですね。空の色が綺麗だな、あの混ざる感じが。わお、こっちが暗い。筋書きとはめでたいことだな。なんか闇のような言い方だけど。悪だくみはすべて済んだか。何やってたんですかね。貴様ほどではないがな。ならばよし、あとは東になだれ込むのみ。なだれ込む、ね、我には我の、主には主の目的のため。あ、ここで別に聞かないんだ元隣は。さあラストは、終結です。まあ今までの同盟の流れからして、うん、あれなんで。でだな、装具をこれはいらないのでどうしよっかな。これにするか、陣にするか、またはこれとか。おにぎりは別にいいか、回復あるし。恩賞目指すならこれかな。これにしますか。はい、で扇をセクナにしといて、でまあ仲間は南部さんでいいか。なんとなくバサラ覗いてみますか。なんかあるかな。これが新しくっていうか追加できますけど、まあ別に2つ以上つけることないしな。作れないな。あとは特にこの辺とか全然使わないしな。お、ごめんなさい、今ちょっとマタベっていう名前にちょっとピクッとしてしまったまあ気にしないでください。特にないですね。はい、じゃあ行きましょう。関ヶ原の戦い終結です。ツラッゴー。さあ準備は整った、あとは待つのみこの笑い方が。はい、やってまいりました。関ヶ原の戦い終結。なかなかここも実況プレイで見せるのは珍しいことですよね。初めてかどうかはちょっとわかんないですえらい高いところから。待っていろ、貴様を許さない三成、よく聞け。徳川は絆を掲げるが、絆など一つの不幸でたやすく崩れる。そう、主が太鼓を失ったように。いきなり確信をついた。秀吉様、家康私と同じ気持ちを味合わせてから醜く切り刻んでやるぞ。その通り。いや、その絆を全部奪うのはなかなか時間かかると思うわ。いっぱいいるしな。絆をとことん奪うのだ。奪った数だけ空より不幸が降り注ごう。ちょっと曇ってますけど今。これも義のため、主のため。なんだこの間は。主は我を信ずるか。何度も言わせるな。疑う余地などない。大谷さん一体何度聞いたんでしょうね。主はいかなる不幸を呼び寄せる。また心の声が。それとも何も呼ばぬのか。この勝負、よし、金吾に全てがかかっている。よこっちだ金吾、恐れるものは何もない。うん、行かなきゃ家康さんが呼んでるし。うわー、マジムカつく。迷い中やって、もうほんまにもう。よいしょ、先にね、赤いの
金吾が走り出す前にできるだけ潰しときたいんですよね。よいしょ、来てる来てる、オッケーラッキー。金吾が走り出す前にできるだけ潰しといて時間短縮をもくる。オッケー。なぜかこの技を2回連続やってしまうことが多いんですけど、なんですかね。オッケー、行け。すぐに来るか。ウィー、タダタツー、ドーン。逆に難しいことをする。そしてなぜそれを2つ持ってるんだろうね、キングは。いやさー、すぐに行くから許して。完全に脅しですよね、今の。タダカツの。はい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 、できるだけジンを早めに潰す。だって、イエスさんが仲間にしてくれるって。僕、本当は君たちが嫌いなんだよ。知ってるよ。キング。我が生涯をかけた呪いを受け。大谷さん怒りすぎではないですか。結構時間かかりますね、やっぱり大谷さんだと。行。ほう、オッケー。よかった。よし。できるだけジンを葉っぱ潰してキングを足止めして、ギリギリでもいいからなんとか倒せたらいいなと思うんですけど。はい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 、本当にバカ。もういいよ、もう別にね、倒すことには変わりないから別にいいんだけど。やっぱり東軍はやめようかな。曲がれるか。 OK、 曲がれた。危ない、ちょっとだ、やばい。おー、危ない。下がりながら下がりながら。ああ、やっぱり当分が有利かな。止まっとけよ、もうちょっと止まっとけよ。ああ、動いてんな。早く早く。OK。 でも周りを倒しとかないと後が面倒だ。哀れ、敵方の墓なさよ。なんかいるよな、誰かいる。ああ、名前付きやし、名前付きやし。 OK、 倒した。いけ、お姉さん、いけ。 OK。 次上、ああ。三成だったらこうジャンプであれできたんだけど、ここできないな。大谷さんもジャンプこれできないしな。あ、なんかこれ逆によいしょ、時間かかってないから大丈夫か。短縮のためにここで一旦バサラを打つ。不幸よ、さんざめく降り注げ。ブーストは保証線に置いとこう。 OK、 わしが止めてやる。破滅の行く、ままごとは終わりだ、キング。一応ちょっとここは一旦使わずに飛んで、死ごときでついえるほどやわな縁石ではない。すぐにここに着くと。行くぞ。よいしょ。敵軍に報いる一矢となるまで。よいしょ、いけ。まだ結構手前で止まってるの。よし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 、もやらないのよかったかもしれないけど、誰かいる、誰かいる。お前は埼玉に来るべきだったね。よし、まだ無理だわ。で、ここジャンプ。僕に期待する三谷くんが悪いんだよ。うん、それはね、そうだね。何を期待したんだろうね。兵力とかかな。ここまで引き込まれると。まあ、それぐらいしかないわな。予想の外か。予想の外ってなんか、予想外って意味や。予想の外ってなんか、なんでそんな言い方をしたって感じがするんだけど。オッケー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 。まだいける、まだいける。で、バサラゲージを回復。よし、意地悪する三成君が悪いんだよ。金王、なんかもうその出現に絶望しろ。なんかもうね、あんなのね、こんな時は豆投げ、いじめてほしいとしか。ああ、ちょっとバサラゲージ溜まってないのが嫌だな。まあ、そこら辺のつづらを壊してバサラゲージを貯めといたらいいかな。生き様のために戦う。金王にバサラゲージは使わなくてもいいでしょう。もうちょっとで見えそう、もうちょっとで、ね、ついフェちゃんスカッとかってバカ。もうちょい、もうちょいアングルしたとか言って。我ら生き様こそは異なるんだ。ひどいわ。一緒に頑張ります。カメラ目線やめなさい。ついフェちゃんの弓が使いづらいんじゃないかっていうような形なんですけど。孫一姉様から聞きました。よくも騙してくれましたね。え、騙すこともないから。よいしょ。余計なこと。ちょっと待って、鶴姫ちゃん、鶴姫ちゃん、鶴姫ちゃん。はい。行け。降りて。え、うわあ、ナムさん見えてないよ。
できる限りここでなんとか理解する。ガシガシやっといて。オッケー。すべてが終わる。まあ、なんと低いからいけるだろうな。私まだ倒れていません。うん、そうだね。そうだね。時間の問題だろうけどね。トラ。それで吹っ飛ばす。どっちか倒せろ。倒せないか。オッケー。偶然なぜかこの技を連発してしまうんだけど、まあこれは良しとしよう。大丈夫、きっと助けてくれますもん。ああ、因がついてなかった。因が、因がついてない、因がついてない。いける。オッケー。それで我らの誇りを超えるのか。うん、よし。開いて開いて、間に合う、多分間に合う。もうちょい、もうちょい。よいしょ。おのれ、なぜ人は徳川に寝返る。うん、今さら。憎いぞ徳川、あの幸福が憎い。単なる嫉妬だ。それは単なる嫉妬だ、おたりさん。よいしょ。カメラワークが悪かった今。よいしょ。よっこらしょ。あー、金庫がだいぶ進んでんな。オッケー、とりあえず。じゃあ赤いの倒しとく。赤いの倒す。赤いのいない？いない？いない？いない。か。ラッキー。嘘溜まった。よし。どこにいる？どこだ？いた。ここは。よいしょ。これの方が早いだろう。いた。見つけたー。煮て、こんなとこでぐるぐるやってたら落ちるんじゃないかっていうな。焼いて、焼かれて、そんなしてる場合じゃねえだろおめえっていう感じ。ああ、どうでもいいけど、天海さんどこに行ったんでしょうね。金ヶ崎で行方不明かな。僕は一人で鍋奉行。君はどこの鍋奉行。聞き方おかしくないか。どこの、なんでどこのって聞くの。謎だわ。おのれ金庫、呪ってやるぞ。なぜ、もうぶたれるのは嫌だ。じゃあ、いや、見とこう。じゃあ、とっとと行けばいいんじゃないのっていうね。よし、待つか。大谷さん、大谷さん、なんかここで戦って落ちそうなの。落ちたわ。だからそんな気がして嫌だったんだよ。もうちょっと広いとこで戦おうぜ。え、しかもこれ逆じゃねえか。よいしょ。ここ戦いづらいんだけど。よいしょ。ここ戦いづらいんだけど、もちろんこっち来ないか。広いとこで戦おう、キング。ここも、まあ、ここは落ちない。あ、落ちるか。ここは落ちるのか。ちょっと進んでんな。よし。お、よし。おいしょ。いけるいけるいける。オッケー。あ、そんなとこで倒れたのお前。あ、ちょっとブグどっか行っちゃうかと思ったけど、うまいことこっちに来てくれた。よかった。ドブゲトの書ゲット。難易度難しいだからいけたよね。迷ってごめんなさい。はーい。キング。お、これってもしかして特別交渉成功したからあるのかな。まあそんなことはよくわかんないけど。あ、忠勝。まあいいや、忠勝は勝手に合流するでしょ。二つの力を間近で見た。あ、特に何もない。あ、そろっか。そうですよね。武力とアウルートだったらなんかあるんですよね。人の絆を断ち切るものだ。わしはそれを望まない。世を滑るのは絆の力。それがし徳川家康、武器を捨ててお前に挑もう。3の家康を改めて見てると、4の家康は本当にお前別人かっていうぐらい迷ってますよね。何なんでしょうね。やれ消えた。あ、間違えた。主を守る絆が消えた。いや、まだあるよ、まだある、まだ。手叩き至福よ、主も喜べ。恐怖。お前というやつはまずいかな。なぜそうも絆を憎む。目の敵とする。なぜこれを2回連続で撃っちゃうのか。主が目障りなのよ。主は我の尺に触る。目的は天下で目指す。まして復讐ですらないというわけか。
戦ってます。ああ、因果つかんかったよ。あ、ラッキー。我と主の何が違う？何が？人間性が。人間性が。違いなど何もない。お前も絆を持っている。うん、そうだ。危ねえ。君の悪いことをつまびくな。つまびくって赤くして。憎いぞ徳川。天王のごとく人を引きつける貴様が憎い。よいしょ、ほい。すいません。よっこらっしょ。忠勝が来るまでに倒しちゃう。忠勝が来たらまああれだな、バサラ技使う方法で。お前たちの気が済むまで全て相手しよう。わーい、行っちゃってたよ。入力しちゃってたか。危ない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 。東を背負っているのだ。よいしょ。そうは破れん。銀をつける。よし、危ねえ。フードを、フードを防火した。よっ、伊達に忠勝の動きを見てきたわけではない。そしてこれで撃つとバー、そして撃つ。いけるいけるいける。大工ドイツ戦だ。危険の理由があるもな。家康を先に会ってやっちゃうよな。もうやっちゃうか。みんなの足があればこそここまで来れたんだ。着地してる時に打たないと。引くよ。衝動が当たらない。スカシェスカシェ。やっぱ衝動スカシじゃねえか。さて、もう忠勝は広がるはどちらの時代だろう。ごめんね、忠勝間に合わなかったお。願わくば導いてくれ。長い、よいしょ、穏やかなように。はい。おー、流星群。雲の下にあるとなんか変な感じがするけど。来たぞ来たぞ、あまたの不幸がついに舞い降りた。不幸が流星群なのか、流星群が不幸なのか、どうなんでしょうね。あの人に何よりでございます。お疲れですか。お、やはり不幸を呼んだのは主であったか。そう、家康だな。我ではなかった。我では、三成の赤と違ってな、ちゃんとね。一度死んだ男よ。大谷さんがそばにいますから。これ以上主を傷つけるものは何もない。なぜなら主は、さあ、ここが珍しいポイントですよ。傷つかぬほど傷ついているゆえ。お、まだか、もうちょいか。それにしてもこれほどまでにキラキラしい不幸を呼ぶな。何なんでしょうね、これ。お、来たー。その傷は珍しい三成の微笑みですよ。一体どれほどの。またぐまたぐんかいっていうね。もういっそのこと踏んでいけやっていう。なんだこれ。いや、またいでなかった。どうした行部。うん、幻想だったっていうことね、さっきのは。いや、主はやはり愉快な男よ。うん、いつまでも仲良しでいてくれ。はい、そんな感じで大谷さんの赤ルートでございましたと飛ばします。はい、データ的にはここ初じゃないですから、別に言うはないですね。お、ブグ、うわーん、うわー、4つつくようになったけど遅い。あ、ただ活撃波がもう一つの章だったか。でもな、あれ待つのもね、グダグダになりますからね。いいですよね、あれで。うん、はい、8点かな。排水入ってこなくてよかった。排水入ってたらもううざかったからな。我に等し、人よはすべて我となった。意味わかんない。意味わかんない。はい、西軍勝利っていうことでして、大谷さんのね、アウルートも楽しいんで、まあ、なんかあったらやりたいと思いますけど。ほい。あー、そっか、一発ですかね。そして、大谷さんの第二印象ってなんかイマイチなんばっかなんですけど、こう3もだし4もあんまりなーって感じなんですけど。はい、
それではそんな感じでリクエストしていただきました大谷さんストーリー、これにて実況終了させていただきます。リクエスト、そしてご視聴ありがとうございました。